はい、こんにちは、札幌アントニオロットシアターです。いつもどうもありがとうございます。はい、早速なんですけれども、本日も商品紹介、いきます。本日はこちらです。コリーナの、ウール、パーカーになります。はい、生地なんですけども、オンラインストアの方に、載せておりますので、詳しくはそちらの方を見ていただければなと思いますが、簡単に説明させていただきますと、あのウール生地になります。で、140スーパー140使っておりまして、いつもは120、これまでは120使っていたと思うんですけれども、それよりももう少しあの繊細な糸を使っております。で、ただ繊細な糸にはなってはいるんですけれども、あのかなり、ドズメにあのギシギシに編んでありますので、生地のこうクオリティというか、こうあのまあ、なんて言うんでしょうね、弱さというか、そういうのは全く感じないです。結構ですね、あの頑丈な感じになってますんで、まあ繊細なイメージありますが、あのコリーナのこれに関しては相当、まあ強めというかストロングなイメージになっております。まああとはまあジップのあたりが、あのところが顎まで来ますので、結構ですね、こう防風性高くなってます。で、一番はやっぱりですね、僕のこうすごく気に入ったところは、あの着丈の長さですね。あのちょっとこうしとっとした、あの柔らかな、あの上品な、ものに使っておりますので、着丈がですね、ちょっとあまりちょっと短いと、あの素材感とデザインが合わなくなってくるんですけども、まあ、長いといってもそのすごくロングではないです。セミロングでもないんですけども、ここの塩梅が非常に、良くて、この長さのおかげで素材感の良さがすごく出てます。あのそちらの方もオンラインストアの方に着が載せておりますので、まあ、ご確認していただければなと思います。まあ着丈がちょっとある程度 ありますので、まあ、よくこう着てて動くとだんだんこう上がってく感じになると思うんですよね。で、なんかちょっとこうで こんな感じになったりとかすると思うんですけど、これはあの、まあ、その心配がないほどの長さで、ただ長すぎない感じのちょうどいい長さになっております。で、あとは、これ2枚仕立てになっておりますので、結構ね、あの軽い生地、もともとは軽い生地使ってるんですけど、これ2枚仕立てにすることによってかなりですね、がっしりになってます。で、フードの場合ですと、あまり軽い生地使ってしまいますと、このフードがあのペタッとなるんですよね。で、これがないです。この2枚仕立てにすることによって。で、このパーカーに関しては、このフードが僕すごくあの命だと思ってるので、デザイン的に命だと思ってるので、ある程度のこうフードのボリューム感があると、こう華奢な感イメージがありません、なくなりますので、これね、かなりしっかりしております。で、ですね、これ、裏地、ブラックに対してオリーブ、まあカーキグリーン、まあカーキグリーンよりこれですね。オリーブ使ってるんですけども、あのこの仕立てがすごく良くて、ファスナーはダブルジップになっているんですけれども、いるんですけれども、今苦戦中です。すいません、失礼しました。ですね、まあ、ここ開くんですね。で、開くんですけれども、で、ね、ちょっとね、これ実はこの中の仕立てがすごく良くて、こちらで見ていただきますと、ですね、あと少ししましたら、あの編集しますんで、この辺りもすごくあの段取り良くなっていくと思いますんで、いつもね ぶっつけ本番なんで、あので喋ったりとかもしてるんで、ちょっと段取り悪い時は。ですね、ここの仕立てですね、見えますか、この仕立てが非常にいいんですね。ですので、これリバーシブルで着ても本当に遜色ないほどのクオリティです。ですね、あの通常だとここ編集です。あの札幌アントニオ編集今のところないんで、ちょっとこうお待ちください。まあ、普段だったらね、ここでお花がこうしばらくお待ちくださいってこう出ると思うんですけど、まあこんな感じです。仕立てがねすごいいいんですよね。あの表と一緒です、仕立てが。
なのでちょっとファスナーがリバーシブルの仕様じゃないので、ちょっとそこが少し残念かなと思ったんですけど、ちょっとね引っ掛ける感じで着ていただくと、こっちの裏面で着ていただいてもいいんじゃないかなっていうぐらいのクオリティですね。で、リブの部分がブラックになってますから、まあこうちょっとツートンカラーになって、着ていただけるかなと思います。あ、そう、それで先ほどまあ着てくとちょっと上がっていく心配がないっていうちょっとことをお伝えしたんですが、リブも裾に関しては袖は割としっかりしてるんですね、作りなんですね。で、裾に関してはあまりこうきつくギュッとなってませんので、ここがねあまりきついとやっぱりこう着てくとグググググッと上に上がってくるんですよね、丈短かったりとか。だけどここがあまりこうきつくなってませんから程よい感じになってますんで、まあそれもあってグググッと着てて上がっていくことありませんので、まあこの心配ないので、着てもね格好悪いんですよね、上がっていくとね、ちょっとこう、あれなんで、どれなんですかということで、まあ、一応こちら、ブラックと、あとはもう一色こちらの方チャコールグレーと2色あります、はい。でこちらの方はもうオンラインストアの方に載せアップしましたので、通販ご希望のお客様は、そのままお買い物していただけますし、まあ、店頭にも、ございますので、ご来店の方お待ちしております。はい、まあ、簡単ではありますが、本日はこちらのコリーナの、ウールダブルパーカーのご紹介でした。いつもどうもありがとうございます。編集頑張ります。よろしくお願いします。